吉田さん未来はどうなるかわからないね EV かガソリン車世の中広く見るとどうなるか分かりませんよでも自分の人生だけは自分が決めた通りになるもしくはその近くに行くんじゃないかなと思うんですよまあ将来予測するのは非常に難しいですけどねでも自分の未来だけを見据えていけばおおむね叶うんじゃないかなと思うんですよじゃあ明日は ね、米田コーヒー行ってカツサンドでも食べようかなと思ったらそれは高い確率で叶うでしょうしね明日はなんかね YouTube のセールス動画作ろうかなと思ったら高い確率で叶うでしょう明日はね、まあ、可愛いい女の子に会うためにキャバクラでも行こうかなとか出会い系サイズでもやろうかなと思ったら高い確率でそれは叶うでしょうねうんでも 誰かに出会うってことになると、向こうの感情もありますから、もしかしたら叶わないかもしれない。そういうふうに、他者が入れば入るほど、自分の思いだけではどうにもならない未来ってのが出てくるんですよね。まあ、例えば、電気自動車にしても、そのために自分が何ができるかって考えたら、電気自動車が出たら買うぐらいしかできないんで、未来全体を動かすほどのエネルギーは出てこないかなと思うんですよ。でも どうするかってことを自分で決めれば少なくともそっちの方向に少しずつ動くんじゃないかなと思うんですよ。まあそうやってやっていくしかないかなと思うんですけどもね、うん。だから手を尽くしてもダメかもしれないけどもだからといってね最初っから手に手元にあるカードを切らないわけにいかないですよね。やってみることなんですよねまずはね。やってみることでどの程度うまくいったのかなそしてどの程度うまくいかなくなったのかなっていうことが測れて。 刻めるのかなと思いますね、うん、ガソリン車とか EV カーとか聞いてね分かんないですよねそれはトヨタ秋夫さんだって分かんないですよテスラだって分かんないですよ、うん、分かんない分かんないけどもね、えー、なんか分かる部分だけでも手繰り寄せていきたいですねそろそろお腹すいたしょ。昼飯にしましょうか多分これ昼飯食べようっていう願いは叶うと思いますいってらっしゃい